ビャン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 、今日は商品紹介です。でーん、見て、わかるやろ、これ目当て、大人ワンダエスプレッソ。僕エスプレッソは大好きなんですよね。前もダブルってやつ紹介したじゃないですか。エスプレッソが大好きで、なんとね、上にはポルシェのカレラカップバージョンフルバック、プルパックが、プルバックがコレクション、噛みまくった、これね、ついてるんですよ。全6種って集めたろうか思います。車ね、かっこいいよね。僕スポーツカーとか大好きで、さあ、うわー、こっち適当で、なんか色とかも適当すぎる。ガキやないねんから、コーヒーのおまけやろ、もうちょっとしっかりせえよ。昔ついとったスカイラインの方がごっつかったぞ、お前。光っとった、これツヤないやんか、へこんどるし。朝日電話したろか、ほんまボケ。前はビールうまいから。早速ね、じゃあお味の方へね。やっぱりコーヒーっていうのは味やから、この季節のホットコーヒーっていうのはね、もうタバコにめちゃくちゃ合うんですよね。現場で働いてる子とかだったら分かりますけど、めちゃくちゃ合うんですよ。なんぼでも飲みますよ。それじゃあいただいてまいります。情熱、優しさは？うん、無難な味、無難な味、うん、まさにザ・無難。うん、まずくもないし特別うまいこともない。でも何が一番うまいかって言ったらやっぱこれですね。これがあのネスレのゴールデンブレンド、ゴールドブレンドかな、がうまいと思います。やっぱコーヒーはね、まあジョージアの系統か、うん、ネスレかな、うん、みんなもぜひね、結構なんていうか、うん、まあ甘めっちゃ甘めなんで、すっきりしてるんですよね。これ書いてあるんですけど、すっきりとした甘さって書いてあるんで、まあそこそこ、まあコーヒー6、ミルク4ぐらいかな。そこそこミルキーですよ。コーヒー、ミルク4もないな。うん、ミルク2、コーヒー8ぐらいか。ミルク3、コーヒー7ぐらい。いや、ミルク2、コーヒー4、グリーンピース4ぐらいかな。うん、多分そのぐらいだと思います。すっきりした甘さなんで。ということで、本日のポニキームービーは大人のワンダでした。ベン。そして今ではこんな状態に。